タリックは、かつて、ニューサウスウェールズ州営鉄道が運用していた電車の、通称、シドニー発の2階建て鉄道車両である。1926年から電化が始まった、シドニー近郊の鉄道路線には、電化に合わせて導入された電車に加えそれ以前から、用いられていた、木造客車を改造した付随車が使用されていた。だが1950年代以降それら車両の、 老朽化が顕著となり、置き換えが検討されるようになった。一方で、シドニーの通勤、近郊電車の利用客は増加の一途をたどっていたが、シドニー中心部の地下駅のプラットフォームの長さ、信号システム、線路容量など、施設の問題からラッシュ時に運行される8両編成以上の長編成化は困難だった。そこで、オーストラリアの鉄道車両メーカーである他、 ロックリミテッドはこれらの課題が解決可能な2階建て車両を提案した。そしてこの設計案に基づき1964年に最初の車両が完成したのが一連の2階建て中間、付随車である。車体は大枠が構成、外反や補助枠はアルミニウム製という軽量化を図った構造となっており、車体の中央部が二階建てとなっている。座席配置は 中央の2階建て部分が1階2階ともに2プラス3、配列のクロスシートで上高扉付近を除き転換式、クロスシートとなっている一方、車体両端の1階建て部分はロングシートである。着席定員数は置き換え対象である、旧型電車の70人に対し132人と2倍、近くに増加している。空調装置は搭載されていないため、1階部分は、 大型のファン、2階部分はベンチレータを用いて換気を行う構造となっている。製造当初の乗降扉については、最初に製造された40両は連結する、スプートニク電車に合わせ、ドアエンジンを搭載した自動ドアを採用した一方、以降に製造された80両については連結する、旧型電車に合わせ手動ドアに変更している。車体の振動抑制や乗り心地改善のため、台車は、 オーストラリアの鉄道車両で初めて空気バネを本格的に採用した。製造はオーストラリアの鉄道車両、重機メーカーであった AE グッドウィンが手掛けており、設計には日本の汽車製造の技術が導入されている。1964年からの運用開始当初は既存の1階建て電車4両編成のうち既存の中間付随車と交換する形での導入が、 行われた。出力値が5 6 6 8ットのスプートニク電車による編成には2両が連結された。一方、それ以前に製造された出力値5 3 6 9ットの電車編成については付随車のうち1両のみが2階建て車両に交換され、残りの中間車についてはスプートニク編成から連出された付随車を使用することで老朽化した。 木造付随車を置き換えた。定員数が増加し乗り心地も良い二階建て付随車は、利用客から好評であり、これを受けて、ニューサウスウェールズ州営鉄道は1968年に4両の二階建て電動制御車を製造し、二階建て付随車のうち4両がこれらと、編成を組むことができるよう改造が施された。その試験結果を受けて1972年以降、 オール2階建て電車である S 型電車の量産が始まり、既存の2階建て付随車についても、手動ドア方式で製造された53両が、自動ドア化や連結器、車内照明などの改造を受けて、編成に組み込まれた。なお、これらの改造は、製造元であるた、ロックリミテッドによって行われた。1階建て電車の中間に組み込まれていた車両は、 スプートニク編成が1993年11月をもって引退したのと同時に全車廃車された一方、A 姿の中間付随車として転用された車両は以降も使用されたが、老朽化が進行したため2002年以降は M 型電車ミレニアムによる置き換えが実施され、その結果2003年に営業運転から引退し、翌2004年までに全車廃車された。 2019年の時点で2両がスプートニク電車と編成を組んだ状態で胴体保存されているほか数両が生体保存されている。ありがとうございます。